オニアマークス。元気にいたらっしゃい。立川市ハーフマラソン3年ぶり開催、今清水市長のスタートの合図で選手がスタートを切っていきました。立川シティハーフマラソンの模様をお送りいたします。実況解説はランニングフォーム改善トレーナー私鈴木隼人がお送りいたします。はい、この大会はですね、全日本学生ハーフとの併催ということで、私自身は走りはしたんですけれども、大学生で、ね、箱根駅伝も出てるような選手たくさん出てるのでね、それも撮影したいなと思ってね、はい、このような形で撮影しておりました。市民ランナーのフォームについても触れながら解説をしていきたいなと思っているんですけれどもね。ちょっと後ろの方から勝手に撮影された上、ちょっとディスるような形でも解説をしてしまうかなと思うんですけれども、はい、ちょっと解説させていただいた方はですね、ご容赦いただければなと思います。はい。ちなみにですね、私ね、トレーナーとして指導はしているんですけれども、ランチューバーと言えるほど早いというわけではなく、基本、週2の練習でね、ファンラン気分で走っているので、この立川ハーフですね、大体、キロを3分50ペースで走っていきました。今回ね、いろいろとフォームについて触れているのはですね、それぐらいのペースの市民ランナーなんだなということをね、頭に置いて聞いていただければなと思います。はい、ということでね、ランニングフォーム、見ていきたいんですけれどもね、実際ですね、ちょっとこういう集団の中ですね、私自身もね、走るとき、やっぱりですね、よく何考えてるんだとかね、言われたりはしますけど、基本的にやっぱ、ランニングフォームのこと考えますね。実際私自身の体の感覚とかですね、そういうのを感じながらっていう感じが、特に練習の時は一人で走ること多いのでね、そんな形で走ってはいますけれども、こういう大会の時とかね、やっぱりなんか前の人のフォーム見て、ここ、やっぱ軸ずれてるなとか、そういうの見て自分も、なんかそうなってないかなとかいうのを感じながら走ったりとかですね。前の人のフォームを見て参考にしながら自分はどうなのかとかね。はい。ちょっとね、そこでも勉強させていただいているというような形でね。はい。ちょっとね、解説するとディスるような形にはなってしまうんですけれどもね、私自身も勉強させていただきながら走っているということなので、はいね、そう、ね、ディスるように聞こえてしまっているかもしれないんですけれどね、そういう気持ちはないんだよって、ということを事前にちょっとお話しさせていただいてから始めようと思います。はい、ではこれ今ですね、キロ3分50ペースで走っているわけですけれども、大体これぐらいの選手になるとですね、結構腕振りはやっぱりしっかりとして走れている感じはありますよね。ちょっと私の感覚というかですね、ちょっと思うところはですね、大体キロ5とかそれぐらいで走る人っていうのはね、結構肩はそんなに動かないぐらいの感じでね、腕振りしていて、腕の推進力がちょっと弱いのかなっていうところがありますね。で、やっぱこれ、ちょっと全体的に見てもらってもね、結構ね、肩の位置ですね、動いてると思うんですよ。で、これブレてるとかいうわけではなくてですね、やっぱしっかり体の、体幹の方からひねれて、それでね、しっかりとね、腕のね、手先とかそういうところだけじゃなくてですね、体幹全体で体をひねって推進力を埋めているっていう感じですね。はい。ちょっとね、今ね、視線ずれちゃって、ちょっと学生の方が今気になって、ね、そっちの方見たいみたいな感じになってますけどね。今1キロ過ぎたところですけどね、やっぱりね、学生2分50ペースでこれ進んでましたからね、キロ3分50で走っててもね、もう1分差ついてるわけですよね、トップから。いつも、このチャンネルではトップ選手のね、ランニングフォーム解説させていただいておりますけれどもね。はい、私と一緒に走って、やっぱこれぐらい差がついてしまうわけで。で、ちょっとやっぱり偉そうにいつもね、そのフォーム解説させていただいてるのにね、やっぱ改めてこうやって走るとね、やっぱ自分がやってることちょっと恐縮だなとは思いますよね。はいね、やっぱどれだけね、選手が頑張っているかっていうのね、肌で感じますよね。はい、ちょっとランニングフォームですね、市民ランナーの方戻っていきますけれども、肩の動きね、先ほどお伝えしました。
やっぱこうやって見てても、やっぱ本当肩の動きとかですね、大きいと思うんですよね。その肩が動いてるっていうのは何なのかっていうとですね、やっぱ体幹のひねりを使っているっていうことなんですよね。肩って言ってしまえば、体幹というかね、胴体の一番上の部分ですよね。なので肩が動いているっていうのはね、やっぱこの体幹の胴体の部分をしっかりとひねっているっていうことなんですよね。やっぱり腕とかね、肩周りの力だけで振っていると、やっぱりそのね、肩動かないような感じのフォームにはなるんですけれども、やっぱりその肩とか腕だけの筋肉だけだと、やっぱりそこまで、やっぱりその末端の方ってね、そこまで、腕とかもね、体幹ほど太いわけじゃないじゃないですか。やっぱパワーも限られてくるわけですよね。なので、やっぱりその体幹部の力をしっかりと使っていくことで、より効率的な、ね、エネルギーを使いすぎないようなフォームをね、うまく作れるわけですね。で、いつもね、私がランニングフォームを解説しているときにね、うるさく言うのがね、体のひねりっていう部分と、あと軸、この2つですね。この2つをうまく使えることでね、効率的なフォームになっていくというわけですけれども、この2つが何なのかというとですね、やっぱりまずですね、体のひねりですね、大きく使っていくことで推進力も出るし、全身の連動が生まれるわけですね。で、それで、軸はじゃあ何なのかっていうと、ひねりの中心部ですよね。ひねりが、その軸を中心に生まれているので、やっぱその軸がブレるとかね、よく言ったりしますけれども、軸が横に曲がる、くの字に曲がる横ブレ。で、それとかね、腰が反ってしまうような感じの、前後のブレ。それがね、二つありますけれども、このような形になってしまうと、やっぱりそのひねりがですね、中心軸からずれて起こってしまう。そのひねりがね、ずれていくことによって、力が逃げてしまう。要するにロスが起こるわけですね。だから、ね、やっぱ軸が、ぶれないようにしましょうとかね。それで、ひねりも、そこからね、よりひねりが強くなっていくことで、ね、その推進力も生まれていくと。だから軸がきれいに、そのロスが少なく、ひねりを強く、パワーを生んで、力強い走りにしていくっていうのがですね、そのランニングフォームの基本的な考え方になります。はい、ということで、今約2キロですね。はい、これで、向こうの方にですね、もう大学生ね、ちょっとね、見えづらいですけどね、はい、もうなんか、この芝を挟んだ向こうにいるわけですけれども、はい、もう約2分差ついております。ね、もう ね、ちょっと次元が違う感じではあるんですけれどもね、市民ランナーの人たちね、見ていきますけれどもね、この市民ランナーの方がどういう風な形のフォームのね、なんというかね、ここ直せるな、みたいな感じのことをね、そうした方が参考になるかなという部分もありますので、はい、ちょっとね、はい、解説していきたいと思います。ですね。今、見てる選手の中でね、ちょっと気になる選手、目の前のね、この黄色い選手にしましょうか。すごいリラックスして走れてますよね。肩の力も抜けていて、すごいリズムもいいですよね。このね、力の抜け方とかね、そういうのを見ると、やっぱり、最初ちょっと抑えて、後半上げようとしてるのかな、なんていうのはね、感じられますけれどもね。全体的にもね、ブレも少なくてすごいいいですよね。その一つ気になるところとしては、上下動すごい少なくてね、いいフォームなんですけれども、ただやっぱ結構、その上に上がるのが少ないっていう感じに見えるのはですね、これ逆に反発感は少し弱いのかな、みたいな感じですよね。もちろんね、上下動で、上下動が大きすぎるのも良くないので、ね、それはね、パワーのロスですからね、良くないんですけれども、これだともう少し上に跳ねるぐらいの感じの方がスピードは出ると思いますね。この感じだと、脚力を使って、それで、
まあ、その腰が落ちないように維持をしているみたいな感じにはなるんですよね。まあ、これもう少しお尻の筋肉とかですね、そういうところで反発感を埋めるような形であればですね、まあ、すごい、ね、まあ、スピードも出るのかなっていう感じではあるんですけれども、まあ、でも、ね、やっぱりそのやっぱ本来ね、反発を生むところっていうのはアキレス腱、足首周りですからね、まあ、そういうところをもう少しですね、使ってしまうのもいいかなと思いますね。このね、お尻とかもものね、脚力を使うフォームというのは、まあ、もう絶対ね、走り込まないといけないですからね。まあ、仕事が忙しくてね、練習時間取れないっていう場合はですね、やっぱこういうフォームだとね、まあ、ちょっときついのかなっていう感じにはなってしまいますよね。でね、まあ、上下動ですね、まあ、すごいね本当に少なくてねロス少なそうに見えるんですけれども、ただやっぱりその、まあ、ロスが少ないっていうだけじゃなくてスピードもですね、そのバランスですからね、そのねアキレス腱とかうまく使いながらですね、はい、反発感も生むようなフォームですね、そういうものも考えていきたいなっていうところですね。はい、ではあとですね、別の選手どうしましょうかね。あ、ちょっとこの黒い選手ですかね、まあ、この選手ですね、今目の前にいる選手結構ねブレちゃってますね、まあ、もしかしたらね、まあ、今一周したところですけどね、ちょっと辛くなってきてる可能性もありますね、まあ、結構まあ、肩大きく動いてもいいんですよっていう風に言いましたけれども、結構これ傾く形ですよね。まあ、この肩が上下に動いてしまっているのは、まあ、先ほど言った横ブレですね。背骨がくの字に横に曲がっていってしまう状態ですね。まあ、これだと、まあ、その、ひねりの軸がブレてしまっている状態なので、やっぱりロスが大きくなってしまっていますよね。まあ、ただまあ、こういう形で横ブレを使って、そのスピードを出したりっていうのも確かにあるんですよね。まあ、なので、まあ、逆に、まあ、こういう形で横にブレが大きくなっているっていうことは、無理してスピードを出している。まあ、要するに、きつくなっているっていうふうにも考えることができるので、まあ、ちょっとね、これはオーバーペースなのかなっていう感じですよね。はい、じゃあ次の選手は、この黒と緑の選手にしましょうか。で、この選手ですね、ちょっと足が流れ気味かなっていう感じですね。まあ、これなんで足が流れるかっていうと、あんま骨盤の回線がうまくいってないですね。なんかお尻のあたりがぐっともうちょっとね、後ろに引かれるような感じの動きがあるとですね、もうちょっと足が前に出ていくような感じでね、流れなくなるかなっていう感じですね。ちょっとこの選手ね、隠れちゃったのでね、別の選手いきますか。はい、ではこの右側に見える赤の選手にしましょうか。まあ、フォームはすごい綺麗ですよね。ブレがなくて、なんかすごい軽く走ってるのに、これ、キロ3分50なんだっていう感じに見えるかもしれないんですけれども、まあ、これ、私が気になるのはですね、接地の部分なんですね。まあ、接地というかね、蹴り出しのね、足が後ろに蹴り出された後のつま先の向きですね、結構外側に向いてるんですよね。まあ、右なんか特に分かりやすいかなと思うんですけどね、両足ね、つま先外側に向いた状態で、ね、蹴り出しているんですよね。まあ、これ足元からね、あんまひねれてないっていう状態なんですよね。まあ、特にね、結構外側につま先開いてるとですね、結構小指の方に体重が乗りやすくて、親指で蹴り出せないんですよね。まあ、足の裏の力っていうのは、もうほぼほぼ蹴り出す力っていうのはね、親指の方にしかないっていうぐらいね、そんな感じで言われてます。で、なのでね、やっぱ小指で蹴り出すっていうことはですね、かなり、ね、そのパワーを出しづらい状態なんですよね。なので、まあ、それにやっぱりその足元からひねりがね、全身連動が伝わっていくわけで、やっぱりまあこの動きっていうか、まあブレは少なく見えるじゃないですか。ただ、やっぱりその足のひねりが生まれていないと、やっぱりその分全身にそのひねりも伝わっていかないので、まあ、逆にブレが少ないというよりは、ブレが出るほどのパワーを埋めていないっていう風な感じで考えることもできるんですね。なので、まあ、足の、ね、ひねりからね、スピードを生んでいるというよりは、
まあ、その推進力の原動力はですね、まあ、脚力ですね、ももとかですね、まあ、お尻とか、まあ、俺もお尻もちょっと骨盤の回旋もそこまで大きいタイプではないのでね、どちらかというとね、ももの方から、ね、推進力を生んでる感じなのかなとは思うんですけれども、まあ、そうなってくるとやっぱり走り込みが絶対必要っていう感じのタイプですよね。やっぱりももの方とかね、筋力がしっかりと最後まで走り切れる筋力がないと、やっぱりそのペースも落ちてしまうし、きつくなってしまうっていうような形にはなってきますよね。まあ、なのでね、やっぱ、まあ、動きが小さいというよりは、やっぱりその、まあ、ブレないことは必要ですけれども、ひねりはどんどん大きくしていって、スピードを出したいっていう感じですよね。ね、まあ、ひねりとかね、動き大きいとね、なんかブレてるように見えちゃったりするかもしれないんですけれども、ただね、やっぱりその、軸ですからね、ブレてはいけないのはね、中心軸ですね。まあ、背骨とかそういうのがくの字に曲がったりとかね、腰が、ね、反ったりとかね、そういうような感じ。ね、それを少なくしていくことで、ね、軸が整ってブレなくなるので、ね、まあ、それで軸が整った状態でひねりを大きくしましょうっていう感じで。ね、まあ、このね、今のね、この赤井選手の場合は、やっぱりその、設置の部分からかなっていう感じですけれどもね。はい、ね、ちょっとひねりをね、まあ、足元を直すのね、すごい難しいし、専門的になっちゃうんですけどね。やっぱそういうところもね、やっぱりその、ほんと細かいところからやっていかないとですね、本当にいいフォームできないのでね。はい、まあそういうのをね、改善できたらいいですよね。はい。まあ、今、ね、5キロ手前のところまで来て、だんだん集団ばらつきが出てきてね、ちょっとオーバーペースで入っちゃった人はきつくなってきてるのかなっていう感じですけれども。じゃあ、まあ、フォーム見ていきましょうか。ね、この、今ね、前に出てきたね、この黒部が紺色の方ですかね。まあ、ちょっと肩は少し上がってるかなっていう感じですけれども、結構腕振り強いタイプですよね。で、まあ、腕で持っていくっていうのも、まあ、結構辛くなってきてる可能性はありますけれども、ね。まあ、ちょっとその人のフォーム見てみないとわかんないところですけれどもね。まあ、足、設置というかね、蹴り出しの部分面白いですよね。ちょっとね、その、足が外側の方に出てくる感じですね。まあ、ちょっと内股見たく見える感じなフォームですけれどね。これ結構ね、逆にこれは先ほどの選手と逆で、ね、親指の方にしっかりと乗ってるから、ね、つま先も内側向いてくるような感じで、ね、結構蹴り出し強くできるんですよね。はい、なのでね、それこそ、ね、左林選手ですね。このね、全日本学生ハーフ優勝した、ね、国学院第1年の選手もね、まあ、そういうタイプなのでね、はい、ちょっとね、今の選手、後ろの方行っちゃいましたけどね、給水で。はい、なので、まあ、結構蹴り出しは強くできるタイプですよね。まあ、腕振りと合わせて、ね、かなり、ね、強い蹴り出し、ね、腕振り、ね、そういうパワーを使うタイプかなっていう感じの選手でしたね。はい、ということで、この自衛隊のね、コース2周してね、少し、別のコース入ってきたところですけれどもね。はい。まあ、私自身はですね、結構まあ、週2ランナーの、ね、自称ファンランナーみたいな感じなので、結構景色こういう風な形で変わると少し嬉しいですね。まあ、まあ、結構私自身も一人で練習することの方が多いのでね、まあ、こういう形でたくさん人がいるだけでもテンション上がるんですけどね、やっぱ街中走れるっていうのはね、結構ね、まあ、これ街中とは言えないかもしれないですけどね、まあ、ちょっと特別なところ走れるっていうのはね、やっぱ嬉しいなっていう感じですよね。はい、ではまたちょっとフォーム見ていきますか。はい、ではこの、まあ、一番近くにいるね、この黄色い方ですかね、ね、かなりピッチ走法ですよね。まあ、まあ、ブレーもなくて、まあ、まあ、ただあんま腕振ってる感じというよりは、まあ、肩の動きは大きいですけどね、まあ、それに合わせて、まあ、腕を振ってるというか、ね、肘の位置はなんかそんな変わらないというかね、まあ、本当に体幹のひねりだけで、ね、楽に走ってるんだろうなっていう感じのフォームですよね。まあ、この、まあ、ピッチ走法ですね。ピッチ走法っていうのは、まあ、ひねりとかね、そんなに使わずに、可動域をあんま使わずに、ピッチを上げるフォームなんですね。なので、まあ、ちょっと、ね、この選手、まあ、胸を張ってるような形には、
正直見えないですよね。後ろからだとちょっと見づらいなっていうのはありますけれどもね。正直胸を張っていた方がね、胸とかしっかりね、可動域が広くなってね、腕振りとかも大きくなっていくんですけれども、なので逆に、ちょっと自分猫背かな、みたいな感じの人はですね、意外と無理に胸張らずにね、むしろピッチ走行しちゃったりとかね、そういう方が合ってたりはしますよね。もちろんね、その柔軟性改善とかね、そういうね、ストレッチとかね、ありますので、そういうような形でやれる方がですね、一番いいのかなと私自身は思ってはいますけれども、ただですね、それがうまくいかないなとかですね、それこそね、ほんとちゃんとやろうとしたらトレーナーについてとかやらないとうまくいかないことの方が多いのでね、そういう場合はね、もうピッチ走行ね、このような形でやってしまってもいいのかなっていう感じですよね。ただね、ちょっとこの選手の場合は、ちょっと骨盤の回旋はもうちょっと出したいなっていう感じですよね。ちょっとね、私が見ると股関節も硬いのかなっていう感じはしますね。でもうちょっとなんかお尻のあたりとかですね、ぐっと後ろに引けるような形でね、股関節もうちょっと曲げて、でそれでお尻の筋肉もっとうまく使えた方がね、キック力も出て、そこからやっぱピッチだけじゃなくてストライドももうちょっと伸ばせるんじゃないかなとは思うのでね。やっぱりそこのね、そのピッチをただ上げるっていうよりは、やっぱりそのね、うまくね、その持久力も出していくっていう風な形でもね、やっぱりその可動域がより広い方がね、ストライド伸びますので、ね、やっぱちょっとそういうような形でね、体も変えていきながらですね、そのね、はい、スピードを上げていけるようにはしたいですよね。はい、ということで、ここで、ようやく自衛隊を抜けて、立川のね、街中の方に、街中って言ってもね、ほんと公園の周辺だけっていう感じではありますけれどもね、はい、入ってきますね。ちなみに、ここ、今年の箱根駅伝のね、予選会と全く同じコースで、こうなるみたいなのでね、はい、ちょっとその予習みたいな感じで見ていくのもいいのかなっていう感じですね。ここをね、この後ですね、折り返しがあってね、一度、ね、先頭集団とね、すれ違えるかな、みたいな感じのところがありますね。私自身は、正直ね、今回ですね、ちょっとフルマラソン、ね、1週間後に控えた状態で出てましたので、そこに向けて、なんかペースをですね、それと同じぐらいでいければいいかなっていう感じだったのがですね、だいぶ周りにつられて、キロ3分50になってしまったっていう状態だったんですね、実は。本当はキロ4とかね、もうキロ4分10でいいんじゃないかって思っていたんですけれどもね、意外と早くなってしまって、ね、ただですね、それで遅すぎてもね、その、先頭の学生の集団とすれ違えないというのもあったりはしますのでね、そこをちょっとドキドキしながらタイムを気にしながら走っていたっていう状況ですね。またね、ちょっとタイム何回も見てますけれどもね。でもね、ちょっと、キロ3分50ですね。この時、ね、怪我とかもしていたのでね、なんかこんなペースで走るの久しぶりだなみたいな感じでドキドキしながら走っていたわけですけれども。はい、ということで、そんなこと言ってたらね、こんな形でね、学生とすれ違ったわけですね。はい、もう一瞬ですれ違って行ってしまいって。はい、ちょっとここをですね、学生しっかり取りたいなと思ってたけれども、ちょっとですね、ずらしたところで本当にカメラの角度全然ダメダメでね、全然撮れてないっていう感じなんですけれどもね、でも一回止まって撮ろうかなって思ったぐらいですよね。とは言っても、後半、昭和記念公園に入ってですね、そこで、その公園内に2周目があるので、そこで、後ろからね、学生に追い抜かれるタイミングで撮ろうとは思っていたんですけれどもね。でもそれにしてもですね、このすれ違った瞬間で、こんな撮れてないっては思ってはいなかったんですけれども、ね、でもですね、この後半ですね、すれ違うというかね、その昭和記念公園内でね、2周目になったとき、学生に追い抜かれるときですね、キロ3分50で行ったら、ね、絶対そのまま走っちゃったら追い抜かれないなっていうような感じだったので、
正直、キロ4で行くのが、まあ、その、ちょうど昭和記念公園で、ちょうどいい形で追い抜かれるみたいな感じでね、うまく取れるっていう計算ではあったのでね、はい、ちょっとね、周りにつられて速くなってしまったっていう部分がですね、予想外ではあったんですけれどもね。はい、まあね、まあ今思えばね、だからね、ここでもう一回止まって学生をしっかり撮影しようっていう風な感じでやればよかったなと思いますね。はい、まあちょっとね、まあやる気なさすぎだろうっていう感じかもしれないですけれどもね。はい、まああくまでも私自身は週2だけのファンランナーなので ご容赦いただければなとは思います。まあそれにね、まあ週2っていうのもですね、実際私自身ランニングフォーム改善トレーナーというのをね、自称しておりますので、やっぱりランニングフォームだけでも十分速くなるよっていうのをね、お伝えしたいと思ってそういうことやっています。まあ実際にね、その、まあトレーナーとしてもですね、やっぱその方が、まあ練習量をね、走った距離とかそういうのに頼るのではなくてね、やっぱりそのランニングフォームとかね、まあ体の使い方っていう部分ですね、フィジカル面変えていけばね、十分速くなるよっていうことで、ね、まあ、そういうのの勉強のためにもですね、週2ランナーをしていたわけですね。はい、なので、まあ、そのような形でね、今までね、ずっとやってきたね、10年週2ランナーやって、ね、まあ、そこでトレーナーとしての勉強をしてっていうのをですね、ここでお伝えしたいなと思ってね、YouTube やっておりますのでね、はい、ぜひ皆さんにもね、そのノウハウね、参考にしていただきたいなと思っております。はい、ということでね、まあちょっとようやく、これで市民ランナーちゃんと映るような感じになってきましたかね。はい、すいませんね、ちょっと余計な雑談をしてね、いや、どうでもいいな、その話って思った方いっぱいいたかもしれないですが、はい、ちょっとランニングフォームまた見ていきましょうか。はい、では今度、ね、この一番近くにいる、ね、上半身青の方ですかね。はい、まあ、この人ですね、足ですね、面白いですよね。また膝がちょっと内向くような感じで、あと右足はね、ちょっと外側の方に出てくる感じに見えますけれども、で、まあ、これ、ね、さっきのね、なんか、國學院大の平林選手みたいな感じで言いましたけどね、足が外側に出てくる感じでね、キック力を強く使えるタイプの下半身の使い方ですね。はい、ということで、まあ、ちょっと遠く離れちゃって、また見づらくなっちゃったんですけどね。まあ、すいませんね、ちょっとこの、私自身ね、本当、前につくっていうことをしないのでね、すいませんね、折り返しの時もですね、普通に歩いて、なんか体力削られたくないとか言ってね、普通に歩くのでね、はい、そしてその後、前につくこともしないというね、一人で練習すること多すぎてね、なんかもう、マイペースで行きたいんですよね。すいませんね。はい。で、まあ、ちょっと見づらくなっちゃってるんですけどね、腕振りも面白いですよね。腕横に振る感じのね、まあ、若干女の子走りみたいな感じに言われるやつですけどね。はい、そういう感じで、ね、まあ、ただこれすごいいいんですよね、本当は。ね、まあ、特に神野大地選手とかですね、山登りをする、ね、得意だった選手っていうのはね、こうやって肩を使えるね、横への腕振りっていうのをね、すごいうまく使って登るのでね、多分この人もね、登り得意なんじゃないですかね。はい。で、まあ、ちょっとね、はい、この前に来たですね、ちょっと落ちてきた選手ですかね、白と紫の選手ですね。はい、まあ、この人、ちょっと横にブレちゃってますよね。特にね、この白い縦のラインがですね、すごいわかりやすくて、だいぶ横に曲がっちゃってる感じわかりますよね。で、これもやっぱね、ちょっと疲れてきて、ね、それで、ちょっとスピード上げないとっていう感じで横にブレてしまってる感じですかね。はい。ね、まあ、ね、肩はね、ちょっと楽にですね、肩下がった状態で触れてはいますけどね。まあ、ただやっぱこうやって背骨がね、横に曲がるような感じだとね、どうしてもね、まあ、肩は下がってた方が腕振りとかですね、力伝わりやすいんですけれども、やっぱ横にブレちゃう感じはですね、どうしてもね、腕振りにね、その、まあ、足からね、力が生まれて上半身に伝わってね、腕振りもね、楽にできるんですけどね。まあ、これだけ背骨曲がってしまうとね、横ブレが起こると、やっぱ腕振りはね、楽にはできないですよね。はい、ということで立川シティハーフマラソンですね。はい、模様をお送りしてきましたが、ね、はい、まあ、といってもね、まだまだね、この後の続きもあります。ね、どうですかね、まあ、市民ランナーの方のフォーム見ながらではあるんですけれども、参考になったでしょうか。はい、まあ、もしよければですね、この後ね、
はい、この後の続きの方もアップしていきますので、興味ある方はぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。